はい、どうも、こちら。今回またヘビーレイン続きからやっていこうかなと思います。前回は、今来てるこのケージの物語の最初をやったのと、あとは、またイーサンの悪夢編。イーサンの、最初はショーンと一緒に遊んでて、すげえ楽しかったけど、またね、また飛ばされて。まだかかりそうかい。いいえ、もうすぐ終わるはずです。お、優秀っぽいね。何これ。またかけんのかい？いいって別にここないだろ、証拠。イーザのね、あれがよくわかんないんだよな。あれは悪夢を見てるのか、一時的に。え、なになに？なに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 ？あ、データを整理するみたいな。お、野球？え、遊べんの？あ、ずる、何その機能。欲しい、俺も電車の中でやりたいわ。カビ当てすんなよ。え おもろ 何この機能。ずるお前だけ。そのサングラスよこせよ。あ、旗から見たら頭おかしいやつなんだ。しゃあないな、もう。いいよ、いいよ、いいよ、もういいよ。え、いいな、それ欲しい、俺も。野球以外もやりたいわ。立つか。はい。立たんのかい。あ、これでかけてみようぜ。コンボ技。お、来たー。お、違うさっきと。一緒だ。いい、もういいってこれ。あ、来た。そろそろ行くよ。報告書は後で目を通す。午後の予定はすべてキャンセルはする。い。ああ、警部。FBI のジェイデン捜査官がお見えになっています。あ、これはポリスの本拠地か。ジェイデン君、そうだった、待っていたぞ。久しぶりです。悪いが、ちょっと急いでいてね。はい。歩きながらで構わないか。大丈夫です。ええ、もちろん。行きましまずょはちゃんと自己う、ゲブ。紹介をしたいのですが、別の機会にしましょういやいか。や、今にしよう。記者会見に行かないといけないだけゲーなブ、ごんめんだ。なさい。すごい毎密着回してま毎す、回ゲーブ。奴らにネタを提供ゲーブ、すするっません。ていうのもめちゃ楽くちゃじゃな密い。着してます、僕。今日は幸運にも新情報があるゲーが。ブ、どっち行くんですか？ところで、もうブレイク警部補には会ったか？会いました。ええ、今朝。ゲーブ。捜査は独特だが、いい捜査官だ。ううん。まくやってくるだろそうですか、う。本当ネクに。タイの締め方を知ってるかな？はい、すいません。ええ、まあ。そんな悪いですか？正直言うと、は？ FBI の協自力分なでしで娘を、問じじ題はないおい。んだが、メディアは大騒ぎだ。折り紙殺人系の関心が高まって、自分今でや娘国よ、お民的ニュース。前。やらせんのよ、なんてめ、こ調れ子まおんでない、じ殺じい人が系はよ。大勢いたが、こいつはちょっとばかり変わってる。はい。現場に花や折り紙を置いていくんだ。はい。何を考えてるんだか、マスコミに嗅ぎつけられて、一躍時の人だよ、忌々しい。私の仕事は連続殺人鬼の逮捕です。お言葉ですが、警部、それ以外は興味ありません。まあ、もちろん。私が言いたいなんかのは、なるおべく姉早みたいくな。結果を出してくれということだ。マスコミを黙らせるためにも、はい。犯人をすぐにでも差し出す必要があるからそうでだ。すね、確かに。ね、気に入らない？悪くない。悪くない？そうついていだ、こうよ。シャーリンに君のオフィスへ案内してもらえ。俺オフィスもあしんの？興味があるなら、記者会見も見るといい。はい、ここいどらこ？の最近の情勢がわかるだろう。誰、シャーリーンっありて。がとうございます、警部。チームへようこそ、ジェイデン君。この声聞いたことあんな、ジェイデン君。ブレイク。確かブレイクがいたな。話しかけてみるか。どこ、ブレイク？ブレイク？ブレイクどこいる？カメラ操作むずいな。ブレイク？これ怪しいけどな。ブレイク、ああ、そブレイろそろク。事件について話し合わないか。仕事が山積みでね、割が後でいいかな。ブレイク。わかった。問題ない。準備できたら声をかけてくれ。この声誰、なんか聞いたことあんな。誰だっけな。ペリー警部は記者会見中だ。
ああ、そうそうそう。シャリンどれ？ペリーのアシスタントにオフィスを見せてもらおう。これシャリンかな？仕事だ。シャリンだよね。ラリーの昇進は、シャリン。いい時計だね。お、いいね。そっちかい。もう20年間ずっと同じなんですけど、それを警部補に昇進した時、お祝いに渡すんですよ。でも受けがいいから、いつも同じものになっちゃうんです。献金はまだ受け付けてますよ。まだ足りないですし。払ってやるじゃいいな、もうしゃあないな。ラリーのお祝いを。伝えておきます。で、誰かシャリン。あ、シャリン。僕のオフィスに案内してもらえると聞いたんだが。はい、もちろん、こちらです。記者会見も覗きたいから早くね、ちょっと。シャリン、ちょっと、俺カメラ難しいから、シャリンどっち？ウッキー、その急カーブやめろよ。シャリン。あ、シャ、近っ。やだ、俺ここで働きたくない。近すぎるわ、うるせえもん。え？これが、僕のオフィス？ここと聞いてますよ。何か必要でしたら私まで。ちょ、なんか、あれじゃん。なんていうのは、なんていうんだっけ、あれ。事情聴取じゃん。もうさ、せめてさ、壁ぐらいさ、ちょっとやってよ、壁紙とかさ。仕事だ。蜘蛛の巣あるやんけ。おいおい、これじゃ倉庫だよ。本当だよな。静かな部屋が欲しかったわけだし、よしとするか。いいね。入る。時間が惜しい。仕事を始めるぞ。まずはファイルを分析。え、記者会見を見たいな。え、記者会見見れないんじゃない？これやってたら。あ、ファイルって自分のね、用意されてるやつじゃなくてね。え、どけるの？何すんの？立って仕事すんの？え、何すんの？ああ、そういうことね。端に寄せたい派なんだ。ちょ、間違えたって。はい。端に寄せたい派か。まあ、俺真ん中でもよかったよな、別に。まあ、寄せれるのは寄せたいよな、確かに。ステップ1。オフィスの模様替え。うん。なすの。で、これ自分にしか見えなくない？え、なにこれ？え？水と煙と、なんだこれ？開ける。おお、うわー、すげえ。そのサングラスする。欲しい、俺も。これは？え？いや、これは趣味悪いよ。いや、これは趣味悪いわ。火星かな？やっぱ、火星のマークが。いや、これは、まあ、集中できるけど、ちょっと違うわ。これは？うわ、なにこれ。あ、でも集中はできるな。でも普通なんかもみじのやつが一番いい気がするけどな。あ、わ、海中か。いや、ありだな、海中。ちょっと息苦しいけど。もみじちょっと一番無難なんだよな。あれ？これどうやって終われんのこれ。あれ？すべて消去ないこれ。ふっ。ああ、そういうことね。これやるぞ、これで。海だろ、海で。うわ、すごっ。おほん、何か新しいものがあるな。ちょ、なんか、絵的にあれだな。絵的にきついな。あ、折り紙だ。
はいはいはい、指紋も何もなしか、うん、情報が少ないな。難しいね。あ、花もあったね、確かに。普通種か、役に立たないな。大したファイル持ってねえな。ジオプロファイル何これ。あ、現場 ARI 線路裏の道路脇にタイヤの跡を検知。うん、犯人のものかもしれないな。ジオプロファイルね、これ。お、あ、ジオってことね、ジオって。はい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 。ワンちゃんもいけんの。ワンちゃんも。あ、折り紙を売っている店は一軒だけか。まあ売ってなくても作れるでしょ、折り紙やったら。紙さえあれば。このランはよくある種だ、うん、ほとんどの花屋で買える。なるほどね。じゃあ割と折り紙がお手頃と。一旦割るか。で、あとは看護ファイル。うわっ、洒落てんなぁ。洒落てんなぁ。折り紙キラー。開ける。ふっ。3年間で犠牲者8人。すべて少年。8歳から13歳。やっぱそこが効かんだよなぁ。暴行の痕跡なし。小説あるよなぁ。犠牲者は白昼、公共の場で姿を消す。誰にも気づかれずに。遺体は3日か5日後に発見されている。雨水による溺死か。いや、これショウも気になんな。じゃあなんだショウがいなくなった理由って。ふっ。いつも同じ手口、うん、折り紙を手に持たせ胸の上に蘭の花。へえ。被害者は必ず死後6時間以内に発見されている。なんで？つまり溺れさせられる前に数日は生きていることになる。ほうほうほう。3500人以上尋問し、100人以上の容疑者を取り調べ済みだが、有力な手がかりはなしか。やばくね？分析。お？犯人は白人、30歳から45歳。知的で冷静で意志が固く計画的で。そういうのは絞れてんだ、年齢とか。車を所持。はい。おそらく時間の自由な職業だろうな。ショーンじゃないの。ショーンじゃない、イーサンか。あ、子供が亡くなった場所とか見れんじゃん。待てよ、先に分析しよう。これ子供が、被害者側の分析ね。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道。鉄道。犠牲者は全員秋に行方不明。秋にってことは結構長い間続いてんのか。犯人の行動範囲は広く、急激に自信を高めて拠点から移動している。なんか広いね。ジオプロファイリングが難しい事件だ。全部線路通ってんだ。そこ気になるけどな。ちょいっと。あとは環境ね、これ環境って。これは？いや違うな、これ見たやつかな。見たやつだなこれ。環境ね、環境って。あ、環境、そういうことね。はいはいはい。いいよ、水で。あと、マップ。あ、ちゃんとジオプロファイリングされてるね。で、終わろうか。何？ああ、けいれんが。
大丈夫か。またか。顔でも洗ってこようかな。いや、この3人の誰かが犯人なのかな、むしろ。飲まないと意識が。大丈夫。飲まなくても平気だ。俺ならできる。いけるか？いや、俺は行く。飲まなくてもいける。俺なら。依存するなよ。どこか具合でも。どうしたどうしたお前は。どっか行っちゃったし警官。誰にも見られちゃダメだ。プルプルしてるってプルプル。あ、抑えながら行くってこと。大丈夫か。持つか。いや、むず。いや、むずいむずいむずい。操作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 むず。顔洗ったぐらい治んのでも逆にこれ。何このアングル。何このアングル。気持ち悪くなっちゃう。あ、え、帰ってきたか。待って、これあれじゃん、イーサンじゃない。ちょっとアングルがきちい、アングルがきちいって。俺このアングル好きじゃねえ。ちょっと気分悪くなっちゃう。こちらはブレイク警部補です。うん。何があったかお話しください。今日の午後です。息子のショーンと公園に行って。ああ、なるほどね。一緒に遊んでいたらメリーゴーランドに乗りたいと言ったので木馬に乗せてやって、うん、それで戻ったらいなくなっていたんです。公園に行ったのは正確には何時です？できるだけ正確にお願いします。覚えてない。何が手がかりになるか分かりませんから。あれは確か。いや、覚えてない覚えてないって。4時ぐらいだった気がするな。でも4時15分です。そうだ、4時15分だ。公園についてすぐに時計を見たのを覚えてる。ああ、確かに確かに、あったあった。時計。息子さんはどんな格好を。コートを着てました。いや、覚えて。いや、ベージュ。ベージュじゃない。ベージュのズボンは。いや、ズボン。いや、ズボン。ベージュで。いや、ベージュベージュじゃないよ。あなたに気づかれずにどうやっていなかったんです。ベージュベージュじゃないだろ。メリーゴーランドのそばにいたんでしょ。メリーゴーランドにいた。もちろんその場にいました。いた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 。メリーゴーランドのところにいて。メリーゴーランドのそばにいたなら、ショーン君はどうやっていなくなったんです。わかりません。わからないんです。まあ、言うしかないよ、精神的な。学校の後、公園に行ったそうですが、通報したのは8時15分過ぎですよね。なぜ通報までそんなに時間がかかったんですか。探したまった。パニック。わかりません。どうしたらいいかわからなくて。ショーン君は何か問題でも抱えていました。復活する。 FBI 家出をする理由とかは。いや、いいえ。いいえ。うん、それは楽しいなしね、一緒に。学校で何か問題は。あるいは奥さんと何か問題でも。でも問題知らないもん別に。いえ、特に何も。うん、特に俺が知ってる案はないな。今のところ質問は以上です。今日のところはお引き取りを。捜索は続けます。何かあったらまた連絡しますよ。この意識が飛ぶのは何なんだろうな。 あの折り紙殺人鬼でしょうか。マーズさん、息子さんはおそらく数時間後には見つかりますよ。もし折り紙殺人鬼だったら。不安だよな。ならあと4日のうちに見つけなきゃならない。なんか淡々としやがって。もて遊ぶなよてめえ。おい、 FBI の人名前なんだっけ。 FBI の人。あ、ママ。何かわかったの。
いや、何も。あ、でもじゃあそんなに関係悪くないのか。続けるって。折り紙殺人鬼の可能性は。まだ断定するには早すぎるけど。うん。可能性はあるみたい。いやー怖いな。イーサン、何があったの？どうして？いや、まあそうだよな、ジェイソンの件があったからな。絶対に目を離さないって言ったじゃない。公園で自分の子供から目を離さないのがそんなに難しいこと？なんで一人にしたの？なんで？ちょママ。母ちゃん、ちょっと。いや、いい人なんだよ。いい人なんだけどさ、だからこそ辛い。ただあの子を思い出す。そうだよな。え、でもこれさ、逆にショーンと過ごしたのがさ、あれなのかな、幻覚的な方なのかな、その可能性もあるよな。ショーンの、だってあの雨の中走り続けてその後通報したって考えたら、ショーンと夢見てた時間の方があれなのかな、幻覚なのかな、その可能性もあるんだよな、普通に。いや、わかんねえな。このおっさんの話終わったら終わろうかな。9時52分ね。覚えとかないといけないわ。なんだこれ、コンビニか？いや。でも先が目立つな。でもコンビニ的などっかな。あ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。すまないね。何かお探しですか？ええ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。あ、俺、親かな？折り紙殺人の件を調査しています。いくつか質問があります。あ、被害者の親に聞き回ってんだ。私の息子は死にました、シェルビーさん。何も言うことはありません。あ、シェルビーさんは聞き回ってんだな。ショーンを救う、何よ、ショーンを救う。私も愛する人を失いました。お気持ちはわかります。ならばわかるでしょう。何も話したくない気持ちが。ショーンを救う、何よ、ショーンって関係なくない？あなたの情報が他の子供を救うかもしれないですよ。私は自分の息子の命すら救えなかったんですよ。あ、空のショーンを救う。そんな奴が他人の命をどうして救えましょうか。喘息の薬があります。ちょうど切らしてて、せっかく来たのに何も収穫がないままなのも。奥の右側の棚です。ありがとう。切り替えいいね。ハッサン、話したくないのか。何か知っていたかもしれないのに。喘息が、雨が降ると息ができない。急に苦しくすんじゃん、お前。おい、吸入器は店の一番奥だったな。喘息の薬も奥っつってんの。あ、これか。じゃあスタッフオンリー、スタッフオンリー。こっちか。薬っぽいもんね、これ。あるよ。いろいろ売ってんな、でもこの店。いらっしゃいませ。あ、これはイーサンじゃん。何かお探しのものが終わりですか？あ、イーサンじゃないな。ちょ、イーサンじゃなかった、ごめん。真似はするなよ。髭の生え方が。レジを開けろってんだ。カウンターに金を置け。いや、これちょっと緊張するな。聞こえないのか。さっさとレジを開け上がれ。いいえ。これでも端借りた方がいいか。あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。渡せません。こっち側があれだよな、入り口だよな。なんだと。後ろ取った方がいいよな、絶対。わかんねえのか。俺の言う通りにしなきゃ死体の真ん中をぶち抜く。ボスはニヤつくなよ。あなたに渡すわけにはいかない。私のものです。手遅れになる前に店から出て行きなさい。クソ、このクソ筋。危ねえ。さもないとぶっ殺す。直さなくてもいいけどな、別に。それはできません。殺すぞ、俺は本気だ。本当にお前の頭をぶち抜く。その前に俺がお前の頭をぶち抜いてやるよ。後で後悔すんじゃねえぞ。
こうするしかなかった。そうだよ。本当にありがとうございます。あ、ここにあなたがいなかったら救うんだな。どうなっていたことか。無駄足ではなかったわけだ。それじゃあ。これ救うだけ救ってあれなんだ。お父さんがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け取った。協力してくれるんだな。ロッカーを開けるとこの箱があった。え、何を意味するのかはわからないが、息子を私から奪った男からの何らかのメッセージなのかと思って、見てもいいかな。意見はもらえんだな。やっぱこれたまたまちょうどよく救えんだな。そうすることで信頼を得ていくと、この私立探偵。あ、折り紙。お役に立てるのでしたらその箱を持って行ってください。私はレザを助けることができなかった。でも他の子も助けることができるかもしれません。いや、これいいね。じゃあこれ、じゃあ、はい、何。生きていてもいいことなんてないと思い始めていましたが、ちゃんと通報しろよお前。間違いだと分かりましたよ。黄昏ずに通報しろよお前。じゃ、これあれじゃ、歴代の被害者のとこもあるんだな、シェルビーさんは。は？ 4 人目？いや、母ちゃんか。2時44分。誰だ？広い家住んでんな。無駄に広いというか、誰？ちょ、セクシー。ちょ、やめてやめてよ、ちょっと。大丈夫、シャワー浴びなくていい、大丈夫。大丈夫。じゃ、操作慣れたから、今だったらちょっとやっぱスムーズにいけると思うけど。イーサーの朝と違ってね。どう？浴びなくていい。ん？なにこれ？ガムテープ？あ、時計か。寒くないんかお前でか。みんなコート着とるぞお前、外の人間。で、立ち上がると。一旦切ろうかな。でか、セクシーだな。おい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 、一旦切ろうかな。でか、一旦切るか。なんか切り悪いわ。多分これやっちゃうと長くなるんじゃないかな。一旦切るわ。じゃあここで。じゃあ、あざした。